はい、知らないフレア、はい、有罪。お、これはバッチリの有罪ですね。そうですね、こちらは、はい、僕から、フレアちゃん2代目になるということで、うんうん、その罪無罪になりますので、その気持ちが芽生えましたら、はい、僕までご連絡くださいということでね。はい、あ、すぐにでも、譲る気持ちはあると。そうですね、いつでも僕はもう初代を降りる気持ちがあるのでね。はい、二代目としてね。二代目。罪を被ってほしいと。二代目になる気が。そうですね。たらしの里二代目になる気になれば。たらしの里。はい。お願いします。たらしの里はやはりあれなんですかね。マークはみたらし団子なんですかね。いや、なんでですか。その急に天然ぶっこんでこないでください。ハートマークでしょ、ハートマーク。そうだね、ハートマークで。なんでみたらし団子。ダサいじゃん、ちょっとうちのさ、国。みおちゃんの国でしょそれ。いや、たらしだからみたらしかなって思ったんだけどね。いや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 、裁判官しっかりしてくださいよ。かわいいな。もうそれしかないって思っちゃったよ。そうだね、いやいやいや、好きなだけじゃん、みおちゃんがみたらし団子。みたらし団子好き。おいしいね。おいしいね。じゃあ次、バレンタインに関するいたずらって何かしたことあります？でもあんまりなんか頓着がなくて、このこういうイベントに関して、はいはいはい、だからあんまりやったことないな、行事、こうバレンタインだからこれやろうとか、ないね。ああ、みおちゃんなんかある？でもなんだろう、意識してやるいたずらってなかなか難しいよな。まあ手が込んでるよね、やっぱね。手が込んでるね。なんかうちは全然いたずらではないんだけど、うんうん、なんかね、友達にバレンタインチョコを交換しようって言われて、うん、で手作りで作ろうってお互い言ったから、うんうん、作ったんだけど、うんうん、ケーキを作ったのね、うん、でそのケーキをね、うん、ラッピングしてないその素の状態で床に一回落としちゃって。でどうしたの？で、でもそれしかもうなくて、うん、もうでも持ってかないわけにもいかないから、なんか床に落ちた部分だけ削いでラッピングして持ってったの。もうそしたらなんかね、思いっきり髪の毛入っちゃってて。オーマイガー。その友達がドン引きしてて、すっごい怒られたことがあります。なるほどね、教訓ですね。そうですね。まあそれのおかげで、僕がみおちゃん家でご飯作ってもらうときに、うんうん、まあ、髪の毛が入ってたことは一回もなかったのかもしれないですね。そうだね、念入りにね。なるほどね。別に髪の毛を入れたくて入れたわけじゃないんだけどね。まあまあまあ、そうだね、しょうがないね、うん、これは有罪かもしれない。まあ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 、髪長いしね。まあまあまあね、うちの髪の毛入ったら最悪じゃない。くっそ長い髪の毛なんだけど。確かにケーキより大きな髪の毛、長い髪の毛が入っていたんだろうね。最悪だよ。まあ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 、まあ、はい、ね、本当の本当に最後なんだけど、これはね、うん、個人的にね、おかゆにちょっとね、たばいてほしいんだけどね、うちの罪をね、うん、懺悔します。実はですね、うちはですね、この裁判をやるために、うん、裁判用の木の小槌とお皿みたいな、はい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 、その裁判の本当の裁判のカン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 っていうやつをやりたかったので、うん、それをですね、今手元にあるんですが、小槌のハンマーのなぜかなくしてしまい、このために買ったのに。それ届いて間もなかったの？いや、そんなこと、1週間ぐらい経ってて届いて。間もないやないかい。うん、あれなんで、ちょっとね、肩痛いなとか、肩凝ったなっていう時に、そのハンマーでよくトントンしてたの。だよね。もう、そしたらね、なんかどこに置いたかわかんなくなってしまって、それで今日使おうと思っていたのになくって、さっき直前まで探してたんですけど、それで今しょうがないので、その木の台座を木のハンガーで殴っているっていう状態なんですね。ハンガー。そうなんですよ。なるほど。それをちょっと一応ね、無罪か有罪かっていうのを、ね、裁いていただければ。
わかりました。もう決まっておりますよ。あ、じゃあお願いいたします。はい、判決お願いします。見よ、天然剤。あ、天然剤。なるほど。はい。今日はみたらしだったりとかね、小槌を肩たたきにしたりとか。はい。今日はなかなかね、天然なんじゃないですか、みよさん。あ、そうなのかな。でもね、そんな天然なみおちゃんがね、僕はすごく好きなんで、はい、その罪背負って生きてってくださいな。わかりました。ありがとう、おかゆん。はい、うん。おかゆんが好きでいてくれるならいいかな。まあ、そうだよね。はい。僕もそう思います。